はい、こんにちは、美容師の松健です。さあ本日もカットしていきましょう。今日は、こちらのモデルさんを切っていくんですけれども、ちょっとこの、長めのショートスタイルから、もう少し短めのですね、前髪がある感じのショートボブに切っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では早速なんですけれども、バックから、そうですね、グラデーション気味で、後ろの丸みを作るためにこう斜めにね、カットしていっております。はい、それが終わりましたら、今度は、前から後ろに流れるように意識するために、耳のとこからね、後ろに向かって V の字でこうスライスを取って、 V でこういう風に後ろに向かっていくことによって、後頭部に丸みをつけていくっていう感じです。はい、で V の字で平行にスライスを取りつつ上に上がっていきますね。だんだん。トップの位置は、トップは結構長めに今なってますね。長さがあった方が、流したりとか、あと質感が、毛流れができていいと思いますので、その辺も意識して、この辺のステムの上げ下げっていうのも意識しております。はい、逆側です。逆側も、後ろに丸みを作るために、こういう風にね、バックのボリューム感を出すように、こう指でこうちょっとこう押さえながらボリューム感意識して、で、耳のとこから後ろに向かってはこう流れるような感じでね、切っていっております。はい、はい、この辺もね、高さが大事になってくるので、お客様の椅子の高さとかを調節しながら、自分が切りやすいポジションを取って切っていくことで綺麗なカットができると思いますので、あんまりこう楽をしすぎないように、ちゃんと高さを気持ち、意識しながらやっていただくといいかなと思います。はい、そうですね、 V の字で切ってますね。後ろにボリュームができてきます。こんな感じですね。はい、丸み確認します。はい、今度は前からですね。はい、で前髪 と、サイドが、つながっていないので、こうつなげていきます。もみあげのところまで。はい、ここももみあげの位置まで。こうすることによって、前髪から、耳のところ、もみあげのところに向かって流れる流れができて、そこからさっきの後ろの方にまたつながるような流れを作っていくことによって、髪の毛全体の、統一感だったりとか、フィット感が増していくんじゃないかなと思います。この辺ですね、さっきのところにつなげていきます。はい、前髪からの流れがさっきの後ろの V の字に作った流れにつながっていくような感じ。はい、この感じです。はい、反対側になります。はい、前髪からつながるように後ろに流れていく、まあ、同じですね。でこの時もやっぱりこう、前髪の長さと後ろのバックのボリューム感の長さのバランスを見ながら切っていっております。後ろの、頭の形とかが、まあ、絶壁だったりする人は、前髪が長すぎちゃうと後ろにボリュームが足りなすぎて前が重くなったりするので、後ろと前のバランスっていうのすごい大事になってきますので、頭の形ですね、頭の形しっかり見ながら確認します。はい、ここは前髪を流しやすいように、段を入れてます。レイヤーを入れて、ここが重くなっていると あまり動かなくなる毛になってしまいますので、しっかり上に持ち上げて、かぶさってくるところの上の部分を切り落として、流れがつきやすいようにしております。はい、ここも今度はこう前から後ろに向かって、斜めに持ち上げてですね、手前に向かって斜めに持ち上げて、上に段を入れてこう流れるようにっていうのを意識しながら、はい、ちょっとひねってることによって、流れやすくなっております。そうですね、こういうふうにコンケープをかけてダイレクションをかけます。はい、逆も同様ですね。まあ、とにかくこう流れっていうのは直毛の人には出づらいものなので、直毛の人で、そういうふうな柔らかい毛流れ質感を作りたい人っていうのは、まあ、ダウンスタイルではなくて、こういうふうにちょっとダイレクションかけながら毛が流れる位置をこう意図的に作ってあげるっていうのが大事になってくるかなと思います。はい、では乾かします。はい、ちょっとブラシも使って、はい、しっかりきれいに乾かしますね。でこういうふうにきれいに乾かすことによって、この後のこういう、質感を作る部分っていうのも見やすくなってくると思いますので、僕はドライっていうのをしっかりきれいにね、乾かした後にこういう風に隙を入れていきます。はい、トップのふんわり感も確認しながら、やはりブラントカットで毛先が重くなっている状態だと、流れが遊びがないっていうかね、流れないので、こういうところも
これを今1000人組にして、はい、毛先の、まあ、3,4 センチの部分が軽くなって落ちた時にスッとこう後ろに流れるような感じを作っていきたいと思っております。なのでちょっと前に引き出してますね、はい、軽い方から重い方に流れますんでちょっと前に引き出して後ろにこう流れる毛流れを作ってます。スッスッと、はい、この辺もそうですね。どこにどっちに流したいのかを考えながらハサミの角度を入れていくのが大事になってきます。はい、この辺もそうですね。ふわっとさせたいところは浮かして持ち上げて、はい、ダウンでやるとこ別に、浮かしたくないところはダウンでやってボリュームを抑える。でこのパネルの上げ下げもちゃんと自分が何をしたいのかを考えながらやるといいかもしれません。はい、では髪の毛ね、払いますね。だいぶ軽くなった感じがすると思います。はい、もうこれでも結構流れてるの分かると思うんですけども、プラスでスタイリングでストレートアイロンを使ってさらに毛流れをしっかり活かしていきます。でこれもさっきの隙とかが流れるようなカットができてないとこういう風なアイロンしたところであまり流れないので、やっぱりこうアイロンしてるから流れるっていう感じではなくて、やはりベースのカットとその隙も流れるように考えながらやっていくっていう上でこのアイロンをやることによって効果がさらに出てるんじゃないでしょうか。はい、毛先にねこういう風な流れ、本当にそんなになんかすごい曲げるっていうよりは自然な流れを作って、まあ、直毛の人とかもちょっとパーマかかってとかちょっとくせ毛風な感じに見えるのがまあいいかなと思います。前髪もそうですね。はい、はい、でバームをつけていきます。モイバームですね。しっかり手にやつをします。で襟足から、ね、襟足はフィット感やっぱり欲しいんで首に張り付くようにまずつけてほしいですね。でそこから毛流れ作った部分に指先、指と指の間のところで串状に取ったところで束感を作りました。はい、こんな感じです。いやー、いいんじゃないでしょうか。ふんわり感と毛流れが自然に出ている、ショートボブスタイルになりました。はい、ウエルさんありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。いろいろこういうカット動画出しておりますので、よく、皆さんよかったら見ていただいてチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではさようなら。